で、なんだっけ、いや、30万のやつ欲しいんだよ。アンチコミュって何？いや、貼らなくていいわ、それは別に。ていうか、俺関係ないんだけど、なんで俺写真撮られてんの？そこが気になるんだけど。俺はなんでスネークされてんの？どういうこと？思いっきりスネークされてんだけど。スネークされすぎでしょ、これ。どう思う？がっつり撮られてるじゃん。がっつり。見て、この間抜けな顔。知らねえ。でも、ここ百貨店だぞ。いつ撮られたんだ？エレベーター？よく撮ったな。気づかれずに。怖っ。ハゲで歯がない46。いや、そんなのいなかったぞ。そんなのいなかったぞ。そんなのいなかった、いなかった。盗撮でしょ、これ完全に。だって俺気づいてないな。これいつのかわかるよ。どこで撮ったか動画がわかるけど。あの、百貨店だよ。よく撮れてるよな。これでも配信画面だから、ここよく見たら配信画面だから、配信やってる時なんだよな。もうちょっとアップでキャプってみっか。どこで撮ったんだ、こんなの。配信画面だね、キャスの。キャスやってんだろ。いや、俺知らない。名前も知らない、そんなやつ。聞いたことない。BK ファッション？お子を探してた時の回だね、これ。結構イケメンに撮れてる。まあ、こんな感じで普段。3日前か、これ。3日前の配信かな。違うか、3日ぐらい前だよな。よく撮ったな、こんなの。しかもこれ結構、これスマホで撮ってるわけでしょ？望遠レンズとかで撮ってるわけねえんだから、一眼レフとかでさ。これかなりの至近距離だよな。ここ新宿。ここは新宿。新宿の西口の駅前のところ。これかなり至近距離だぞ。この距離って。多分これパシャって撮って走って逃げたんだろうね。パシャって撮って。あーって逃げたんだろうね。スタ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 って。うん、俺、いや、初めて聞いた、今日の名前。パシャって撮ってすぐ逃げたんだよ。そうだね。気づかないね。そのスレの一番上の画像、あ、見た見た。顔見た。でも知らないね。俺会ったことないよ、この人に。ヤンって人でしょ？ヤンでしょ？知らない。見たことない。この顔じゃわかんねえな。この顔写真じゃわかんないよ。今画像見てるけど。詰めるって言ってたの。なんで俺知らない人から詰められんの。全然意味わかんないでしょ。本人が言ってたの、俺のこと詰めるって。ヤンって人が俺のこと詰めるって言ってたの。俺知らないのに。その人なんで詰められんの俺。それ何、録画残ってんの。録画残ってんの。なんで俺詰められないといけないの、知らない人に、会ったこともない人に。
録画はないんだ。録画あったら見たいよね、ちょっとね。なんなのそれ。全然意味わかんねえ。うん。あ、録画してるやつはいるんだ。俺でも、これ関係なくねえか、全然。どこ済みのやつなのこのヤンっていうのは。うん。へえ。川崎だ。そんな遠くないな。ああ、ありがとう。覚えとくわ。うん。覚えとくわ。へえ。なんで俺狙われないといけないの？全然意味わかんないんだけど。なんで俺狙われないといけないの？全然意味わかんねえんだけど。うん。おー。何？俺を知り合いみたいな感じで喋ってんの？俺会ったことないのに。キャス主だって。そう、キャスの URL 教えてよ。俺も入っておくから。キャスの URL 教えてよ。うん。闇将軍絡み。闇将軍絡み。俺だって闇将軍と絡んでないよ。絡んでないよ。誰だ登録ゼロコメント。ちょっとキャスの URL 貼ってよ。うん。ノリコか闇将軍絡み。全然関係ないでしょ。うん。猫いらっしゃい。もう全然意味わかんないでしょ。ちょっと待て。オッケーオッケー。待つわ。なんだそれ。なんで俺スネークされてんの、うん、全然意味わかんねえんだけど。猫ちゃんいらっしゃい。のりこ知ってる？のんたは知ってる？こいつ。のんたは知ってる？やんってやつ。知らん。不可思議にも程あるでしょ、もう。お、来た来た。ありがとう。何それ。しかも釣りサムネだし。ヤンだって。みんな知ってる？ヤンって人。闇将軍に絡んだ舐めたやつを詰めるって言ってるけど、誰も詰めたことない。っていうか、闇将軍を引退させたの俺なんだけど。何勘違いしたいの？闇将軍をニコ生から引退させたの俺なんだけど。何にも分かってねえな。何にも分かってないで、ただふかしてるだけでしょ。闇将軍を引退させたの俺だかんな。バカだろ。どういうこと？意味が分かんねえな。全く知らん。すげえな、ほんと。スカイプすると IP 抜いて住所をする中学生だな、やってること。中学生だわ。それがちょっと面白いじゃねえかよ。はい、匿名様のつゆ、うん、闇ニコ生もうやってないじゃん。キャス主になったよ、彼は。ヤン、面白えじゃん、ちょっと。ちょ、かわいいんだけど。ウケるわ。もう、7年前のスタイルだよ。6、7年前のスタイル。IP 抜かないで。IP 抜かないでお願い。で、ヤンは水道水をペットボトルに入れて、常温で飲みながら配信する。めちゃくちゃ才能あるじゃねえかよ。キャスなんかやってる場合じゃねえよ。早くニコ生にスカウトしろよ。
才能めちゃめちゃあるだろ。才能あるだろそいつ。スレアカ払えない。お前ら生き生きしてんな、新しいおもちゃ見つけて。生き生きしてるわ。いつも全員 NG してて、いよいよこれくらいあるのに、まあ、いっちゃんどうした、なんで俺の推してる玉主全員そんなんばっかりなの。いっちゃんすげえ。400個目なのに棒読み無効。いっちゃんかっけえな、マジで。じわるね。いやー。いっちゃん面白いんだよ。いっちゃん今暴走してるんだって。もう全員 NG にしてんだって。もうニコ生やめちまえよ、それ。どうした、いっちゃん。いっちゃんおこなんだ。それいっちゃんのタイムシフト見ようよ。いっちゃんのタイムシフト誰かある？その、棒読みゼロの、棒読みゼロのいっちゃん見ようよ。それいっちゃんの鑑賞枠やりたいわ、俺。シャブ中しかいないとか切れた。いっちゃん見ようよ。いっちゃんの URL ください。シャブ中しかいない。ああ、面白えな。ほんと、病んでるな。どこもかしこも病んでるわね。ああ。見たいね。いっちゃんの無言枠400個目見たいね。よし、じゃあ次枠で見ます。次枠でみんな集まってよ。次枠ラストね。お疲れ。次枠ラスト枠です。タイトルがもうすでに面白い。暴言どうぞ。NG なし。暴言、タイトルが暴言どうぞ。NG なしなのに、前振りが完璧すぎるんだけど。ずるいわ、いっちゃんずるいわ。次枠でみんなでいっちゃん鑑賞しましょう。いやーもう面白えな、ニコ生半端じゃねえわ。いっちゃんタイトル見る？ほら、冒険どうぞ NG なしって書いてあるんだよ。これが伝説の400個目棒読みゼロの配信のタイトルだと思えないよね。すげえな。これは見なきゃね。俺らいっちゃん推しとして。ああ、面白い。腹痛。はい、取り寄つです。斬新なスタイルだね。60人しかいないのに、400個目だかんで、ね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。